11月のバラエティ番組。6人の芸能人がマリンボーイズとしてフィリピンの海で水中生態を守るバラエティグランブルー。魅力的で個性あふれる人々を集めてオーディションをする発掘バラエティハイプボーイスカウト。独身息子たちの日常をお母さんがチェック。アラフォー息子の成長日記。ユジェソクとユヨンソクが空いた時間に幸運をプレゼントする隙間攻略バラエティ暇さえあれば。3つのドラマの出演者が2泊3日の合宿に出発するリアルバラエティ青春 MT リメンバーアゲイン。国民的 MC ユジェソクの大人気バラエティ撮るなら何する。旬なゲストの本音に迫る毒舌トークバラエティラジオスター。詳しくは KNTV ホームページへ。